坊です。こんにちは、セリエです。今日も骨盤底筋トレーニング、骨盤底筋のダイエットの、運動の、仕方と、説明を、動画で後で、説明していきます。で、よくツイッターでの質問箱の、答えをちょっと返答していくんですけども、一つ BMI が22超えたら必死で運動するっていう質問があるんですけど、これ、今日の動画の最後で説明しようと思います。で、もう一つはケトジェニック経過報告もあってます。僕ケトジェニックは、糖質制限のことですね。糖質制限のことは、前に数ヶ月前に一度試してみて以来、別にずっと続けてるわけではありません。今は逆に言うと、体を大きくする方の、根拠を詰めていこうと思ってやってるところですけども、ダイエットのことで説明します。ダイエットと大きく分けて、4つ、ローカーボン、ローファット、ローカロリーと、質量を落とす。もうこれよく昔の、僕ですね、ボクシング時代、の最初の頃にもう何にも右左も分かんない減量の仕方で、ただ、食べ物の質量を落とす。これが4番目の質量。これ絶対に、NG です。これやっちゃダメです。ローカーボ、要するに炭水化物のダイエットですね。ローファットは、脂肪のダイエットで、大きく3つ目が、ローカロリーの、ダイエット。ローカロリーのダイエットに関しては、運動してる人はローカロリーとかダメですよ。運動して単純に運動してるだけで随分カロリー消費してるので、カロリーっていうのは補充しなきゃいけないので、これも後で説明しますけれども、これダメです。運動してる人はやっちゃダメ。だから大きく分けたら、さらにローファット、脂肪のダイエットと、カーボン、炭水化物のダイエットですね。僕がボクシングの時に、やってた減量っていうのはもう破滅的ですね。誰も教えてくれなかったので、その頃僕14、15年前かな、初めてプロボクサー、15、6年ぐらい前に初めてプロボクサーになった時に、よく周りはお風呂で、半身浴すればいいよとか、まあ、そこら辺の可愛いダイエットとは違って、減量っていうのは厳しいものなので、特に僕なんかはさっきの最初で前者で述べたように、質量をとにかく落としてたんですね。カロリーのことも説明しますけども、質量、要するに食べ物の重さを極限に減らしてたわけです。でも今さっき言った4つのダイエット、ローカーボ、ローファット、ローカロリーと、質量を減らす、これやれば全部減りますよ。4つ、減らないことはないです。ただこのやり方、それぞれ、根拠も、あるので、それぞれ自分が何を選ぶかですね。要するに糖質制限を選ぶ人、脂肪を、減らす人、で質量を減らす人、運動してる人はカロリーとか質量は、減らしちゃダメですね。もともと食べ物の中に栄養が含まれてるんで、カロリーとか、質量を減らすことによって体の中は、危機管理を覚えてしまいます。だから普段そんなに食べ物から栄養ってそこまで摂取してないですよ、体。カロリーとか、質量を落とすことによって体の中がどん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 細くなってきた時に、体の中っていうのは危機管理の、体が働いて、一つの食事ですごい栄養を取ります。それがリバ運動です。基本的に体っていうのは、何かをこう、制限とかすると、例えばこう筋肉とか、アミノ酸から、それの代薬を、作るんですけれども、だからよく何食べたり飲まないかったりしてる人がこうどん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 こうげっそり貧相に痩せちゃうっていうのがそれですよね。筋肉からこう栄養、要するにアミノ酸とかから、糖分とかを補うために作るので、それ糖新生と言いますけれども、そういう働きで筋肉がちっちゃくなっちゃう。要するに減量するボクサーもありますよね、カロリーとか、制限したりしてどん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 細くなっちゃって、筋肉まで減っちゃって、筋肉っていうのはもともと代謝のもとですから、それを減らしてしまった一番アウトなんですね。でローカロリーの、欠点というか、ローカロリーってきついですよ。
あのカロリーを制限するのって、カロリーで太ることあっても痩せることはないです。カロリーっていうのは1キロに対して7200カロリー必要なんですよ。で、何が難しいって、例えば、1日前100カロリー200カロリー制限しますよね。それずっと続けて、100、200も続けて1ヶ月ちょいで、まあ1キロですよ。それずっと続けて、でまた2ヶ月3ヶ月目もずっと同じように100、200を減らした食事をずっと続けなきゃいけないです。それがロー、カロリー、要するにカロリーのダイエットですね。運動によって減るカロリーっていうのはすっごいビビたるもんですよ。フルマラソン 42.195キロ で減らせるカロリーが2000ちょいです。2200カロリーくらいかな。1キロ減らすには3倍やってもまだ1キロ減らないってことですからね。体重測って減ってるっていうのは脱水なだけですから。脱水は別にダイエットでも何でもないです。脱水じゃないですから、あの目的はダイエットっていうのは。だからカロリーで痩せるっていうのは、まあ、痩せますよ。さっきも言ったように4種類のうちで痩せようと思えば全部痩せます。だけどもカロリー遠いですよ、きついですよっていうのが、あのカロリー、ローカロリーの、根拠ですね。ローカーボの、定義としては炭水化物カットします。根拠が詰まっている糖質制限、糖分を、カット、するんですけども、まあ、これのメリットとしては短期的にやるんだったらこれ、いいと言われてますね。でも気をつけなきゃいけないのが、炭水化物っていうのは糖質と食物繊維が合わさって炭水化物なんです。炭水化物とかをカットしちゃうと糖分としてはいいんですけど、食物繊維は別でちゃんと取った方がいいですね。何で取るのっても野菜とかで取るっていう、野菜にも糖分含まれてますから、そういうことじゃない。食物繊維だけを注文して、こう例えば僕もそうですけど Amazon とかで注文して食物繊維もしっかり取る。でもその代わり糖質制限っていうのは、ケトン体っていうのが発生しますから、タンパク質とかアミノ酸から、糖分を作ろうとする糖分の代役として、ケトン体っていうのが、生まれ、それが、使われるので、まあ、糖分っていうのも、まあ、実際必要ないんですよね。体の中から作られるから必要ないんですけども、さっき言ったようにと、食物繊維とか、その代わり、ケトン体を維持させるためには逆にカロリーも取らなきゃいけない。カロリーもそうだし、タンパク質、筋肉を落とさないためにタンパク質も取らなきゃいけない。何かのダイエットに関しては食事っていうのはとても気をつけなきゃいけない。何か偏らして減らしただけだと、さっき言ったようにリバウンドが待ってますから、ちゃんと考えて、食事を決めた方がいいですね。でローファットか、脂肪ダイエット、脂肪ダイエットは糖質制限とは違って糖分、カットしないので、結構糖新生っていう、体の働きが、生まれなくなる、要するにタンパク質とかから糖分を取ろうとする、働きが生まれなくなるので、食事に関しては、バイタリティある食事、取れると思います。だけど肉とかをカットすることによって結構そのホルモンバランス崩れやすいので、そこら辺も注意ですね。だから結構そのローファット、ローカーボ、結構この2つは結構今根拠が詰まってエビデンスがどんどん高くなってきてますけれども、注意、しっかりそれの補助となる食事はしっかり選んだ方がいいですね。で今一つエビデンスレベルが、高いって言ってもそれ絶対じゃないですかね。僕は結構エビデンスレベルが高いところをチョイスしてますけど、それはあくまでも科学の根拠に、基づいていろいろ調査したレベルなの で、エビデンスレベルが高いと言っても絶対ではないので、そこら辺も注意してください。エビデンスレベルが高いをじゃあ信じようっていうのもそれはちょっと浅はかな、問題なので、確かにエビデンスレベルが高ければそれなりの根拠と、調査、こういろいろ詰まってるんですけれども、それでもこの4つでローファット、ローカーボ、ローカロリーでただ単に質量を減らすっていうのは一番後者の2つ、ローカロリーと質量を減らすことっていうのは、運動してる人、まあ僕もボクシングやってましたけども、こういう人間にとっては一番、NG ですね。
運動してる人はこれやっちゃ、いけない、やるんであれば逆にカロリーいっぱい取らなきゃいけないです。だって朝基礎代謝に加え運動とか動いてるだけでも、カロリーっていうのはどん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 使ってるので、運動いっぱいしたからじゃあカロリー減らすっていうのはさっき言ったようにリバウンドの元になりますから、ここ気をつけてください。あと、でもダイエットを、すると、まあ、99% リバウンドするっていうのも今研究で、ほぼほぼ、根拠が出されたみたいですよね。世界的ミスコンテストとかの日本代表とかモデルとかタレント、トップアスリートなどの、パーソナルトレーニング手掛けてくれてるあの村上、先生っていう方がいるんですけども、ダイエットで痩せるのは、要するに無理だよって言ってますね。まあ、ダイエットの定義っていうのは減量目的とした食事制限と運動なんですけども、これ、ダイエットでは体重は落ちないっていうのが村上さんの言うこと、まあ、一時的には成功するかもしれないんですけど、長期的に見ると 99% 失敗するっていう科学的な見解が発表されてるっていうのがこの村上先生の、見解ですね。でこれ多くの人ダイエット前にの状態に戻るか、それ以上の体重になってしまうって、まあ、リバウンドですよね。減量に成功したほとんどの人が5年、まあ、後には元の体重、まあその4割が元の体重よりも増量したっていう研究結果が、これの村上先生の根拠です。まあ、脂肪が落ちるとどう頑張っても筋肉も落ちる、それがリバウンドの原因の一つって、まあ、この村上先生言ってますね。まあ、脂肪って、まあ、大体6割、しか落ちないって言います。残り4割は筋肉や水分、10キロ落ちたとしても6割が脂肪で、さっきの4割が筋肉と水分で、筋肉が減るとさっきも言ったように、代謝が減るんで、今まで消費してエネルギーが消費できなくなるので脂肪が体につきやすくなる、これがリバウンドの原因。まあ、でも、ですね、この中でも面白いのが、減量って1ヶ月に体重の 4% 以内だとこれ、成功する確率増えるんですね。まあこれ今ちょっと前者で言った話とはちょっと、なかなか俺じゃあ今 99% 違うって言ったじゃねえかよっていうところの 1% を、ちょっとこの元にしてほしいんです、頭にしてほしいんですけども、脳を要するに騙すってことですね。まあ、脳はさっき何度も何度も言うように体の危機を、感知してリバウンドとか、させるんです。別にリバウンドってただデフになるとかじゃなくて、脳が体やばいぞっていう反応を出して、栄養を余分に摂取してくれてる。別に悪いことじゃなくて正しい体の使い方ですね。でこれが、体重例えば60キロの人が1ヶ月に落とすのが 4% 以内の 2.4 キロ以内であれば、脳は危機管理として判断しないので、この 4% を目安に1ヶ月落としていくとダイエットに、結構ダイエットが成功するっていうのが、今の面白いダイエット、の根拠の一つ。これちょっと面白いので試す人いたらこれちょっと参考にしてみた方がいいと思いますね。これ先ほども言ったように村上さん、フィットネスコンサルタントの村上さん、村上康平さん、運動生理学とか心理学の両方のトレーナー資格してる人なんですけれども、本とかもよく出してますよね。この人の、根拠、まあ、ちょっと面白いのでここに載せておきます。それではこれから骨盤底筋の運動に移ります。今日骨盤底筋は、外転筋かな、外転筋と腹筋と一緒にやる骨盤底筋のトレーニングです。参考にしてください。はい、それでは今日、これからやるのは骨盤底筋トレーニングプラス外転筋。外転筋って言われるのはここですね、ここ太ももの横、この外転筋のトレーニングを一緒にコラボさせます。でいつも、前回とか前々回の動画とかでいつもここにスポンジを置いてもらって、仰向けでスポンジを置いてもらってるんですけど、今度はここ、この腰の横に置いてもらいます。で仰向けの場合の時は何も、力入れてないで、体
そのまま仰向けにしてると腰っていうのはアーチができる、要するに、このスポンジスカスカに引き抜きができる状態です。だけども、おへそを床につけるようにぐーっと体幹腹筋に力を入れるやり方、僕が前で動画で説明したやり方ですね。それをすると、まあ、動画見てくれれば分かるんですけども、それするとこのスポンジがすごい潰れるんです。それ仰向けの時でも、この時は逆に横にしてると力入れないで、今体脱力してもらってる時にはここ逆に横の時は潰れてます。仰向けの時とは逆でここ潰れてます。だけどもぐーっとおへそをぐーっと、内臓潰すように力入れる、体幹とか腹筋に力を入れるやり方するとここが差し引きできるように軽く、ここが隙間が空きます。だから今回ここに置いてるのは、潰れてるわけじゃないです。逆にここはスカスカになってます。この状態で骨盤底筋、女性の場合は膣ですね、ギューッと吸い込むようにしながらここの外の筋肉をゆっくり、僕が3カウント数えるので 1,2,3 で上げて 1,2,3 で戻します。いきます、せーの、ギュー、 1,2,3 で戻します。 1,2,3 この運動をやってきます。でぐーっとまたですよ、上げるときに 1,2,3 でカウントするとき息吐きながらですね、これも前の動画とかで見てくれれば、ね、骨盤底筋のトレーニングが分かりやすいんですけれども、息吐きながらぐーっと男性だと肛門ですね、女性膣をぐーっと吸い込むような力を入れながら、ここの骨、外転筋それとここ腹筋に力を入れて、ここの横のスポンジを潰さないようにする。いきます、せーの、1,2,3 です。そうです、ゆっくりお願いします。1,2,3、もう一度せーの、1,2,3、ゆっくりお願いします。1,2,3、姿勢はですね、左手を枕にしてもらって、線が体まっすぐになるようにしてもらって、右手でこのバランスを取るために右手は前に軽く置きます。右手で楽にしてもらいます。左手だけだとどうも体がぶれちゃうので、右手でバランス取ります。でもう一度せーの、1,2,3、思いっきり息吐いて、また1,2,3、もう一度せーの、1,2,3、もう一度下げます。1,2,3で、骨盤底筋のトレーニングで何度も言うように、上げてる 1,2,3 の時に息をふーっと吐いて、で下げてふーっとまた息吐いて、骨盤底筋、意識してもらうんですけども、上げて下げてこうやって閉じてる時でも骨盤底筋の力は逃がさないようにある程度入れておいてください。ある程度入れておくためにも、そのほど黄色いスポンジを、スカスカに、開けられるような、力の入れ具合、要するに脇腹をしっかり開けておく。もう一回いきます、せーの、グーいきなり1,2,3、もう一度下げます、はー、1,2,3、ここでも力を緩めない、もう一度せーの、1,2,3、もう一度せーの、1,2,3、もう一回ラスト、せーの、1,2,3、もう一度せーの、1,2,3、 OK です。でここまでが、骨盤底筋と外転筋、太ももですね、太ももの、トレーニングを一緒にコラボさせたトレーニング方法です。これだいたい、1,2,3,1,2,3 も、1回としたら10回やって、反対も10回やると、とてもここ引き締まるし、骨盤底筋もぐーっと強くなります。骨盤底筋も強くなるので、ぜひ試してみてください。ではまた今後も骨盤底筋トレーニング、いろいろやっていきますんで、動画見といてください。骨盤底筋の、トレーニング、まだ、骨盤底筋のトレーニングには、種類もあるので、また、アップさせていただきます。でもう一つの質問、 BMI22 を超えたら必死で運動する、逆に言うと BMI22
超えなければ必死に運動しないのとか、なんか僕はなんかこれ意味わかんないですけども、まあ、BMI22 っていうのは一番あのボディマス指数で一番基準とされてますから、まあ今日前半の説明いっぱい長くなっちゃったからあんまり長くしないようにしますけれども、 BMI っていうのは22基準です。要するに、体重割る身長かける身長、それが BMI の、定義なので、それが22が一番ベストなんですよね。で22以下、例えば18とか19とか結構いますよ、みんな計算してみれば18とか19とかだったら、まあ、あと体重増やすしかないですよ。さっき言ったように体重割る身長かける身長なので、身長というのはそんなに、日頃から上下しないっていうことは、 BMI が低かったら体重増やさなきゃいけないんです。大体でもみんなこうアンダー22からアンダーしてるんですけれども、美容 BMI とかありますけれども、美容 BMI とかも気をつけてくださいね。あれもしっかり根拠をしっかり調べれば、でもどこでも出てると思うんですけど、 美容 BMI っていうのは健康とは、特に関係ありません。ただ見た目の BMI、まあ、19とかなんかうんぬんとかありますけど、僕そこら辺興味ないからあれなんですけれども、そこら辺だってことはまだ太んなきゃいけないってことです。22に近づかなきゃいけないってことは、だから十分皆さん多分計算してみれば細いはずな人多いと思います。だから気にしないでください。だからでも22以上超えたらって言っても22からちょっと範囲あるんですよ。22から23、4とかまでは、まあ、標準なんで、まあ、だからそこら辺行ったからって必死に運動しなきゃいけないとか、そんな何も関係ないですから、うん、別に25、6行ったから運動しなきゃいけないとか、そこら辺別に関係ないですから、まあ、食事がその時に暴飲暴食であれば暴飲暴食で、をやめて食事を考えればいいからとか、別に運動しなきゃいけないとか何もないので、22っていうのを基準に皆さん近づけてみてください。23、24だからやべえなって、そんなことないですから、まあできれば22、22より低い人も22ということで、またチャンネル登録お願いします。まあこんな感じで僕の感性で言うわけではないですから、根拠、さっき言ったようにエビデンスが絶対的ではないですけども、そのエビデンスで、レベルが高いところから根拠を引っ張ってきて僕は説明しています。だから僕の感性では言ってないということで、一つだからそこら辺は信用できるかと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。